え次の図ですね「い一から今度は「器物というふうに分かれています。え「きぶつあいはみ」「こん図い号いちご」「体」これを「天地」というと「好意ここあり」とありますがあのこの「器物側体」の「体」の字を消して「仏」と書いているんです。でこれはあのここが「生」と「仏」ですから「五度の整合性で言えば。 あの器物・植物の方があの、まあ、近い整合性という点では合うわけですけども梅園の諸筆はタですでこれが主筆でスに変えてるんならそれは梅園の訂正ですしかし墨なんですよ筆致はしっかりしておりまして梅園、えー、先生の字かなと思いますが大体手話 バインの定性墨は口角の訂正というふうに分けていますのでおそらく口角の訂正であろうと。あのー、図の対、えー、処に合するあるものありつまり図のおおよその意味は文に合うと。 厳密に合うとはバイエン先生書いていないのであのこの厳密な厳密に図の碁と文の碁を合わせようとしたのは広角先生の方なんですよねだからあの綺麗なのは広角版なんですけどもバイエン先生は合わせようとはしていないっていうのが結構大事なんでそこにまあ意味を読み取った方がいいように思います。で「11」と合った図。 がですね、えー、器物にあここ戻るがないですねちょっと戻りましょうかこうですね11とあった図が器物になるつまり一器一物ここで、えー、戻ると一器一,一物というふうになるんですこれはあのー 妙味のああるところででですね一全体は木でもあり物でもりだこれどういうふうに解釈したらいいかと思う非常にこう説明に苦慮するんですけど例えばまああの我々の体を作っている物質ですねこれを物質だけにぎュっとあの縮めてしまうと、まあ、例えばその天体がブラックホールになるようにです、ね、我々の,この肉体を ぎっと縮めてしまうと多分1兆分の1ぐらいの大きさにしかならないんじゃないでしょうかつまり物質といっても例えば水素原子はほとんど99.99999% 99 99ぐらいが空間ですの,ので我々の,あの肉体ってほとんど隙間だらけなんです例えばあの鉄は硬いと皆さん思って おられるでしょうけどあれあの実は隙間だらけなんです実はレントゲンかけるとねレントゲン通っちゃうんですよあの隙間だらけですねまああの鉛はか,かなり密なので重いのでまあ放射線を遮るには鉛がまあいいわけですけどその鉛だって放射線を少しは通しちゃうんですよねつまり隙間があるんです 隙間が全くないものってないですからねそういう意味では器物アイハミ根性数なんですよ。でそうでないとものとして現実に存在できないんですよね。まあ,あのブラックホールがあるかどうかということは知りませんがまあ多分あるんでしょう。 しかしまあそのブラックホールもいずれ蒸発してしまうという説もありますしその辺はよくわかりませんが我々の肉体において考えてみればあるいは周辺にあるいろんなものでも物だけにああの物質だけに縮めてしまうとですねあの実はもう本当一1兆分の1ぐらいの大きさしかないんですあとはでも空間です。 まあ多分 99. 99 99 99ぐらいが空間なんです,よ、ね、ですからまあ原子の、まあ、原子核と陽子の間とかとそのあの宇宙空間における、まあ、天体類とかね銀河とかの間も、まあ、似たようなもんで隙間だらけということなんであの木だけのものもなく物だけのものもないと。 それでインンこれは一つの例えで申し上げましたバイエン先生はどういうことを考えておられたのか分かりませんが原理的にこうなるはずだとこうでなきゃおかしいとあのいうことをまあここで表明しているわけですね。えー、非常に妙味のある図で、えー、まあ巧みな説明を思いつけば語りたいと思います。 まあ人間が肉体を持っているけどその肉体というのは全部その,あの人の意思によってあるいはまあ意思がなくてもですね動くわ,わ,わけですよね動いているだからもうそこはもう器物相反に混成しているわけですよね。 天体が天球を回っているんだけれどもそこには空間があると軌道があるとそこでも器物相反に混成するだからまあ,あの原理的にそう言えるということをここで表明しているわけであります。